1>, 1号線には、珍しい地上駅の一つ1号線ホームにある、フランス革命を描いた歴史的壁画バスティーユ駅は、パリのメトロの駅。メトロ1号線、5号線、8号線が乗り入れている。1号線ホームは、サンマルタン運河の入り口であるアルスナル港に面する、教科上の地上駅である。ホームの屋根の上はバスティーユ広場地上部の端にあたる。1号線ホームには、 フランス革命を描いた壁画がある。改札への連絡通路には革命を解説したパネル展示がある。5号線のボビニー・ボビニ方面ホームには1905年の工事の際に発見されたバスティーユ牢獄の城壁の一部があらわになっている。駅出入り口の一つはオペラ・バスティーユに連絡している。2011年には 12517,181人の乗客があった。エントランツニュルズプロバナントデール、イクスター・デラステーションアーカイブド2014年7月18日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、e、surlesit.ratp.fr a,、T a. a T P e. R、カンサルトル21ジュイン2013。ありがとうございます。